conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, no, you can't control yourself any longer. パフォーマンスでチームを応援していきます。皆さんも一緒にコンサドーレ札幌を後押ししていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして私たちコンサドーレのパフォーマンスも楽しみにしていてください。それでは今日の司会のお二人を紹介します。グッチーさんと大森健作さんです。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今 A って入ってますけど、もう今回は、まあ、白鳥もカーニバルもなしで、今年こそ正統派でいこうかなと。ここら辺に羽とかつけなくていいんですか。もうまっすぐ、なんで素の姿でできたんですか。いやー、今年僕年男なんですよ。こういうのないんですか。聞いてます。年男で、こういうのとかな、やらなきゃいけないんで、まっすぐ行こうかなと。まっすぐ今年は。あ、そうです。しっかりビシッと行こうかな。年男。そうなんですよ。48。早いですね。違うか。あ、違う。それ行き過ぎてる。うさぎ。50年で、35で36の年なんです。36の年。あ、そうやらなきゃいけないですね。うさぎ年だそうです。はい。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。検索、ね、いや、もうあっという間にここまで来ましたね。あっという間に来ました、ね、ということでございまして、はい、2011年が間もなくスタートしようとしておりますけれどもね、はい、今日は私大森健作さんのアシスタントとして、いや、僕がアシスタントを目指してもらいます、やらせていただきたいと思いますので、今日よろしくお願いします、ということでございまして、オープニングを飾ってくれたのはドーレ君、そしてコンサドールズの皆さんにどうぞもう一度大きな拍手を。跳ねてます。はい、飛んでいきたいですね、僕もね。跳ねてます。ということで、ドーレ君、これからも選手を紹介していくんでよろしくお願いします。はい、お付き合いください。じゃあ、ちょっと我々は司会者席の方に、はい、移動してみたいと思います。時々、シューって音鳴ってますけど、これ屋根から雪が落ちてる音なので、気にしないでください。皆さんご存知ですか？これに乗ってね、はい、いろいろやりたいってさっき話してたんですよね。ねえ、その雪に乗ってドームの屋根から飛んでみたいと思うんですけどね。いいですね。ということでございまして。もう行っちゃいます？そろそろですね。2011、後ろでスタンバってるの人たちが早く出たいんじゃないですか。早くしろよという声も。まあでも J1 昇格するためには、はい、もうそれなりのメンバーが僕は揃ったんじゃないかと思うので。そうですね。いや、はい、もう経験のある選手も入ったんで。はい。いきますか。楽しみですね。はい。はい、さあ、それでは早速ですが、その2011コンサドーレ札幌選手登場です。
ちは、高木です。よろしくお願いします。ディフェンダー、背番号に日高拓磨。よろしくお願いします。ディフェンダー背番号3チエゴ。こんにちは、チエゴです。みんなで J1 行きましょう。ミッドフィールダー、背番号4、川井雄二。チームは川井雄二です。みんなで J1 目指して一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。ミッドフィールダー、背番号5、ブルーノ。ブルーノです。勝ちそう、勝ちそう、勝ちそう。いいね。ディフェンダー背番号6、今沼俊介。勝ちそう、今年もよろしくお願いします。ビッグフィール背番号7、高木純平。昇格のために全力で頑張ります。よろしくお願いします。ビッグフィール背番号8、砂川誠。恥ずかしながら戻ってまいりました。次浴びるときは静かに見送ってください。フォーラー背番号9、中山武蔵。ギンギラギンにさりげなく頑張っちゃいます。大通り検索のマフラーはいらない。背番号10、宮沢ひろき。今年もよろしくお願いします。ミッドフィールダー背番号11、アントレイジーニョ。本日は来日が遅れているため欠席とさせていただきます。フォーワード背番号13、内村よしひろ。今年は試合に出続けて点取ります。よろしくお願いします。ビッグフィール背番号15、古田博之。今年はチームが15周年ということで何か縁がある番組だと思っています。よろしくお願いします。ゴールキーパー背番号16、イ・ホッセン。